どうも、クークボーカルギター大島でーす。いつもクークのオフィシャル YouTube チャンネルを、そして大島ディズニー見てくれてありがとうございます。突然ですが皆さん、絶叫マシンはお好きでしょうか？ジェットコースター系や、こうぐんぐん振られるバイキング系のやつや、あとフリーフォール系の絶叫マシンなんかもありますよね。フリーフォールは特にこう絶叫マシンの中でも好き嫌いが綺麗に分かれるなぁと思っていて、絶叫マシン大好きって人もフリーフォールだけはダメなんだよねって人もいるし、ジェットコースターダメだけどなんかフリーフォールいけんなぁって人もいるし、ちなみに僕は絶叫マシン苦手ではないんですけど、楽しみ方がわからないというか、わーとかキャーとか言えるタイプでもないので、どうやって楽しめばいいのかがちょっとわかんなくて、ただただこう体がブン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 振られて疲れてしまうだけなので、あんまり乗らないんですよね。でもパークの絶叫マシンって、そこにちゃんと物語があるじゃないですか。楽しみ方が用意されて、そこにちゃんとガッと入り込むことができる。落ちる時とかもこう理由があるから、納得できるわーって思いながら落ちることができるので、結構ね、乗ることもあります。ということで今日は東京ディズニーシーの大人気絶叫マシン、タワーオブテラーのバックグラウンドストーリーについて話してみたいと思います。いやー、これですね、タワーオブテラーだけで1本ショートアニメが作られたくらい濃厚な物語がここにはあるんですよ。だからね、分かりやすく伝えるのもちょっと大変だし、言ってしまえばそのアニメ見てって言っちゃえばもう終わりなんですよね。まあでもそんなこと言ってたらこの大島ディズニーの意味もなくなっちゃうんで、しっかりと自分の言葉で伝えてみたいと思います。よし、頑張ろう。タワーオブテラーは東京ディズニーシーのテーマポートの一つ、アメリカンウォーターフロントにそびえ立つ59メートルの高層ホテル、ホテルハイタワーを舞台にしたフリーフォール系の絶叫アトラクションです。ちなみにこの59メートルっていうすごい半端な数字は、建物って60メートルを超えると航空法だか何かで、飛行機にここに建物あるよーって場所を知らせる赤い点滅するランプあるじゃないですか。都心とかの高層ビルでピカ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 光ってるやつ、あれをつけなきゃいけないらしくて、タワーオブテラーは59メートルに抑えているらしいですよ。このシンデレラ城よりも、そしてプロメテウス火山よりも高くそびえ立つホテルハイタワー、これを建てた人物こそ、この物語の最重要登場人物、ハリソン・ハイタワー3世です。冒険家で大富豪のハリソン・ハイタワー3世、世界中からいろんな珍しいものを集めるのが趣味の男でした。その集め方も清く正しく美しくというわけではなくて、まあ無理やり奪ったりですとか、簡単に言うと強欲な男だったんですね。まあホテルに自分の名前つけちゃうくらいですからね。ホテルの壁に自分の絵めちゃめちゃ飾ってるくらいですからね。そんなハイタワー3世、ある日アフリカのコンゴ川流域に住むムトゥンドゥ族から呪いの偶像と呼ばれるシリキ・ウトゥンドゥを無理やり手に入れます。難しいですね。ムトゥンドゥ族からシリキ・ウトゥンドゥ。このシリキ・ウトゥンドゥという言葉はスワヒリ語で災いを信じよという言葉を意味していて、ムトゥンドゥ族の間では呪いの偶像とされていました。所有者には必ず守らなくてはいけない8つの掟が存在します。その1、崇拝すること。その2、燃やさないこと。その3、閉ざされた場所にしまわないこと。その4、おろそかにしないこと。その5、バカにしないこと。その6、他人に渡さないこと。その7、放置しないこと。その8、そして何より、恐れること。これを破れば、呪いが降りかかる、とされています。なんかちょこちょこ西野カナさんの歌詞みたいじゃないですか。で、まあなんでこんなものを、ハイタワーは欲しがったんですかね。まあ珍しいものが欲しかったんでしょうね、彼はね。今回も無事に自分が欲しいものを手に入れたハイタワー3世。手に入れたっていうよりかはまた奪ってきちゃったんですけどね。彼は自分の城であるホテルハイタワーへ帰還。そして冒険から帰還した際には恒例となっていた記者会見を今回も行いました。見せびらかしたかったんだな。
ハイタワーさん、ハイタワーさん、それをどこで見つけたのですか？私は莫大な金をかけ命を危険にさらしてこいつを手に入れた。原住民の皆様は手放すのを嫌がったがね。はっはっは。ハイタワーさん、それは呪いの偶像だと言われていますが。はぁ、呪いの偶像だとバカバカしい。はっは。会見後、ハイタワー三世がホテル最上階の自室に戻ろうとシリキ・ウトゥンドゥと共にエレベーターに乗り込みます。エレベーターが最上階に着いたその瞬間、ホテルが停電。ホテルを謎の緑色の光が包み込み、エレベーターは1階まで落下。壊れたエレベーターの中にハイタワー三世の姿はなく、シリキ・ウトゥンドゥとハイタワー三世が被っていた帽子だけが残されていました。その事件の後、ホテルハイタワーは閉鎖。13年の時が経ち、そのままホテル解体かなぁと思いきや、ニューヨーク市保存協会という突然できた謎の団体によって、ホテルは修復、そして保存され、一般客を招いてまでの見学ツアーまでスタートしました。そのツアー参加者である我々ゲストは、ホテル内部を見学し、ハイタワー3世の人生の軌跡、様々なコレクションを見学、そして失踪の謎に迫るため、エレベーターで最上階にある彼の部屋まで向かうこととなるのですが、というのが僕らがタワーオブテラーに乗った時に知ることができる、体験することができるあの物語ですね。そして僕らはシリキ・ウトゥンドゥに消されるハイタワー三世を目撃します。この呪いは本物だっていうね、めちゃめちゃビビってるハイタワーおじさん、そしてシリキ・ウトゥンドゥの呪いによって、僕らが乗ってるエレベーターはズドーンと下に落ちるわけですよ。これだけでもうね、十分タワーオブテラーは楽しいわけですよ。さっきも言ったけど、ああなるほど、じゃあ落ちるしかねえなーってなるじゃないですか。納得の落下。でも実はここでは語られていない物語がタワーオブテラーにはあるんです。今の話に出てきたニューヨーク市保存協会、この協会ができたおかげで、いや、できたせいで、ホテルハイタワーはタワーオブテラーとなってあそこにあり続けている。シリキ・ウトゥンドゥの呪いの犠牲者ゲストは増え続けている。名目上はあの歴史的価値がある建物を残すために、あの建物を後世まで保存するためにという建前で、ニューヨーク市保存協会はあの建物を保存し見学ツアーを行っているわけですが、なんかおかしいなって思ったことないですか？なぜそんな事件が起こったホテルを保存し、天津さえ見学ツアーすら行っているのか。確かに歴史的価値のある建造物、ハイタワー三世は有名でありましたし、そんな人物が建てたホテルともなれば確かに保存する価値はある。でも人が一人謎の失踪を遂げたホテル、そんな場所をわざわざ保存して人を招いて見学ツアーまで行いますかね。そこには実はこんな物語があったんです。はい、ということで今回はここまでにしときましょう。いいところなんですけどね、ちょっとね、こっから先もまだまだ長くなりそうなんですよ。一本でまとめるには見てくれてる方もしんどいかなと思う部分あったんで、今回は前編後編、今回は前編後編でお届けしたいと思います。ということで今回も最後までおしまディズニー見てくれて、聞いてくれてありがとうございました。また後編でお会いしましょう。次の動画でお会いしましょう。じゃあまたねー。